るので肛門を総踊りでやりたいと思うので、踊り子の皆さんちょっとステージの方集まってください。ぜひぜひ県内ゆかりのね、総踊り曲ということで肛門をやりたいです。ぜひ踊り子の皆さん集まってください。ステージに調整の時間で総踊り曲やりましょう。1曲せっかくね、今日は縁でいろんなチーム集まっております。本当県内もそうですね、私たちですとかバンドさんのように隣の栃木県からも、また埼玉県からもですね、花火さんも参加させていただいています。本当全国各地で様々なイベントがありました。ただ本当コロナ禍でなかなかですね、私たちも踊る機会を奪われてしまって、解散してしまうチームもたくさんありました。その中でですね、残ったメンバー、残ったチームのですね、方で様々なイベントで少しでも盛り上げられないかといって協力をしながら、いろんなところで活動しています。続いてじゃあ総踊り曲肛門という曲をね、皆さんよくご存知の水戸肛門のね、モチーフにした総踊り曲です。ちょっとですね、歌詞なんかも面白いので、ぜひその辺も注目して見てもらえればと思います。踊り子さん、踊り子いねえ、踊り子いねえな。肛門やるよ、宮見組さん、肛門や、てんてこまいさん、肛門やるからちょっとおいで。調整の時間で総踊りやろう、肛門やろう。総踊り、総踊り、あーぜひ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 肛門やるよ、総踊りやりましょう。みんなで総踊りで肛門やりましょう。ステージの上がってください。踊り子の皆さん、ぜひステージへ。暑いからね、踊り子たちだけでもね、ちょっと少しクールダウンも含めてですね、やりましょうね。本当台風一過で幸いね、今日は朝から踊り子、まあ、このステージ会場含めてですね、イベントできましたので、テナントの皆さんも本当長い時間ね、参加出展していただいて、ね、踊り子の方もね、感謝の気持ちも込めて踊りたいと思います。じゃあ踊り子参りましょう。それでは参ります。構えてゴン、ミノロス。じゃあ踊り子の皆さん、肛門やりますよ、総踊り。ぜひぜひステージを、ぜひステージで総踊りやるよ、総踊り肛門やるよ。おいでおいで、せーの、はい。